皆さんこんにちは。レコード再生ではフォノケーブルが音に関係します。間違ったケーブルを使うとカートリッジの性能を引き出すことができません。そこで今回はフォノケーブルを選ぶ時の注意点について解説していきます。ランダムノイズが記録されたレコードを使ってカートリッジの周波数特性を測定します。フォノイコライザーはこちらの製品を使います。こちらは測定結果です。電音 DL103 は MC 型のカートリッジです。スミコのオイスターは MM 型のカートリッジです。どちらも 16kHz あたりからレベルが落ちて 20kHz 以降の信号がありません。これはレコードに高い周波数の信号が記録されていないためです。ケーブルでこの特性がどう変わるのか見ていきます。先ほどの測定で使ったケーブルの静電容量を確認します。静電容量は測定端子の部分を除くと 134pF です。つまりこのグラフの線は 134pF の時の結果でした。ケーブルの静電容量を変えるとどうなるか見ていきます。ケーブルを分岐させてダミーの静電容量を追加します。これは測定に使うダミーです。測定結果を見ていきます。どうでしょう。静電容量に比例して広域が落ちていますね。一番小さい時がフラットに広域が伸びています。この静電容量はケーブルだけの数字です。フォノイコライザーの分を含んでいない点にご注意ください。この組み合わせでは静電容量が小さいケーブルがベストです。それとカートリッジの広域がどんなに伸びていてもケーブルで頭打ちになることもわかります。MC カートリッジの場合はどうでしょう。完全に重なっています。MC 型は静電容量の影響を受けません。ということはケーブルを変えても音は変わりません。MM 型で音が変わって、MC 型で変わらないのはカートリッジの出力インピダンスが違うからです。このことはカートリッジに限らず、すべてのオーディオ製品で共通する性質です。先ほどの実験で使ったケーブルは NEGREX2496 という現在は入手できない高性能ケーブルです。このケーブルの静電容量は実測 134pF です。一般的なケーブルの静電容量はどのくらいあるのでしょう。手元にあるケーブルの静電容量を調べていきます。
こちらは測定結果です。100ピコファラットちょっとのものが多いですね。この2本は優秀なケーブルです。モガミ3368はギターケーブルです。ちょっと太いですね。モガミにはもう少し細い2965があります。これがフォノケーブルのベストかもしれません。静電容量の高かったケーブルがこちらです。他の2本と比べるとかなり細いですね。細いケーブルは静電容量が大きい傾向があります。ケーブルの多くが100ピコファラッドちょっとでしたが、これをプレイヤーにつないでも100ピコファラッドの音にはなりません。トーンアームのパイプの中の配線がプラスされるからです。ケーブルが交換できないプレイヤーはこの分も含めて性能を保証しています。これは音質を重視した結果でしょう。今回の結果をまとめると次の通りです。 MM 型カートリッジは静電容量で音が変わりますので、フォノケーブルを選ぶときは静電容量の大きさに注意する必要があります。ケーブルが交換できるプレイヤーをお持ちの場合は、静電容量が違うケーブルを3種類くらい用意しておいてつなぎ替えることで音の変化を楽しめます。MC 型カートリッジは静電容量の影響を受けません。誰がどこで使っても一定の音質を得やすい方式です。 MM と MC どっちがいいかと言われれば、やはり音質が安定しやすい MC 型がいいと思います。 MM 型はケーブルとペアで音色の変化を楽しむタイプでしょう。静電容量の音はケーブルとフォノイコライザーの合計値で決まります。今回の測定ではオーディオテクニカのフォノイコライザーを使いました。この静電容量は600ピコファラッドもありますから、大抵のフォノケーブルでオイスターや M44G がフラットな特性になります。使いやすそうな商品ですが、ノイズの性能はどうでしょう。小さな信号を大きくするフォノイコライザーの重要な性能にノイズの少なさがあります。次回はフォノイコライザーのノイズについて詳しく見ていきます。ご視聴ありがとうございました。